どうも影やんですなんと、ブロッコリーとキャベツを、えー、親父がですね、もう,こう、虫食いになってて、もう、育たへんからと、これですね、この、このプランターの中ですけども、もう、えー、カットしてたというか、もう、その、取ってしまってたんですね。 あれなんかないなぁと思ったら、そのブロッコリーとキャベツでさ、まだそこに新しいね、こう野菜を入れようかなというふうに考えておりますけどもね。何かね、こう、なかなか育たないでこううまくいかないっていうのもね、これまあ一つの経験なんでしょうけどもね。やっぱり一番の基本は土屋ということで、えー、ここですね。えー、また改善したいと思います。以上です。